はい、今回の動画では総勢1025匹となったポケモンたちのうち、ノーマルタイプの最終進化系82種類を、種族地順に並べて見ていきます。進化前のポケモンは除きますが、メガ進化ポケモンは含めて整列していきます。それでは早速本編見ていきましょう。第1回目となる今回は、普通と罠ばかりで意外と個性的、ノーマルタイプを並べていきます。今回の動画で最も種族値合計が低いドーブルなんかも、個性の塊みたいなポケモンですよね。専用技であるスケッチで、技の可能性を無限大にしている代償に、2回進化を残したジグザグマやトゲピーとほぼ同じ種族値合計水準となってしまっていますね。下から2番目のメタモンも、特性変わり者で即座に変身できちゃうっていう個性があるし、3番目のパッチールにも、約43億通りの模様のパターンがあると言われているし、本当に個性的なポケモン多すぎて、全然ノーマルじゃないなって思いますね。そんなノーマルタイプですが、シリーズでは序盤の草むらで登場しやすい傾向にあり、そのためか、他のタイプに比べて種族値合計が低めのポケモンも多く見られる印象です。今流れたエネコロロやビーダルもそうだけど、序盤で簡単に高ステータスポケモンが手に入ってしまうと、ストーリー攻略も単調になっちゃうし、仕方ない気もしますね。そんな事情も手伝って、各世代の序盤のノーマルポケモンをひたすら眺めていく感じになってる動画前半ですが、各ポケモンのゲップスにある、特攻がワースト2位、などの表記は、ノーマルタイプの最終進化系、つまり本動画に登場するポケモンの中での順位となっています。そのため、他のタイプも含めた全ポケモンの中でのワースト順位というわけではない点について、ご注意ください。他の17タイプを含めた場合でも、攻撃と防御の2項目に関しては、ノーマルタイプのあるポケモンがワースト1位となっているので、誰なのか当ててみてくださいね。さて、画面ではそろそろ、世代別に見た種族値合計が最も低いノーマルポケモンが出揃いそうな頃合いです。赤緑世代では、メタモンの288、金銀世代では、ドーブルの250、ルビーサファイア世代では、パッチールの360、ダイヤモンドパール世代では、ビーダルの410、ブラックホワイト世代では、ミルホップの420、XY 世代では、ホルードの423、サンムーン世代では、デカグースの418、ソードシールド世代では、緑バリスの460、そしてスカーレットバイオレット世代では、イキリンコの417、という面々となっております。ルビーサファイア世代までは個性派のメンバーが低めの水準だけど、だいたい400台前半にまとまっている中、同じ序盤のオマル枠である緑バリスは、合計が460、とちょっと高めですね。実はダイヤモンドパール世代にも勝るとも劣らない、戦闘民族らしいステータスを持つソードシールド世代の緑バリス、種族値配分も、特攻と素早さに偏って低いため無駄がなく、あのミミッキュをも流せるポケモンとして、一定の評価を獲得していた時期もありました。防御を高めに、素早さを低めに調整すれば、ボディプレスとジャイロボールが強化、ストーリー攻略では癖があるけど、対戦ではちゃんと戦えるポケモンになってた印象ですね。フォルムチェンジ前の状態であるとはいえ、伝説のポケモンであるテラパゴスよりも数値が高く、技や特性でなく、純粋なステータスの高さが目立つ希少な序盤のノーマルポケモンとなっています。ビーダルは単純、ホルードは力持ちなど、数値の低さを特性でカバーする、そういうタイプの序盤のノーマルとはちょっと違ってるスタイルなわけですね。そんなことを話している間に、種族値合計水準は450を超えたエリアに突入、話題に上がっていた欲張りスあたりで、序盤のノーマルポケモンたちは大体で尽くした印象です。特に昔の世代では、序盤取りポケモンも大体ノーマルと飛行の複合ばっかりで、その弊害で今も差別化に苦しんでるイメージ強いですよね。どうしても後の世代で登場した鳥たちの方がゲームデザイン的に強力になりがちではあるので、古参ファンとしては、次回作あたりで鬼ドリルやドードリオにも大きな強化が来てほしいところです。確かに、キラチーノにイッカネズミにトリミアンとか、このあたりはノーマルの中では中堅になるんだろうけど、特性なり技なりで高火力や高耐久などの独自の戦法を展開できているし、その辺と比べると、もうちょい個性つけてあげてほしいポケモン結構いると思いますよね。特に鬼ドリルなんて、ソードシールドにもスカーレットバイオレットにも参戦できなかったばかりか、2025年に発売するポケモンレジェンズ ZA でも、メガ進化できるピジョットにかないそうもなく、いつになったらまた一緒に極限できるようになるのか、不憫極まりない境遇となってしまっています。仮に次回作でリージョンフォームとかが登場しても原種は救われないだろうし、抜本的なテコ入れに期待したいところですね。鬼ドリルの絶望を希望に変える、そんな開発陣の奇策に大いに期待しています。さて、中堅ポケモンたちも、どんどん右から左へ流れておりますが、ここで登場したのがエテボース。もともとは最終進化系だったエイパムの追加進化系です。エイパムの時点でもステータスかなり低めだったけど、追加進化与えられた割には控えめな数値ですよね。新たに進化先を与えられたポケモンの中でも、種族値合計が500を超えないというのは稀なケースで、序盤取りポケモンであるムクホークやドデカバシより低いというのは印象的ですね。でも優秀な特性テクニシャンと、それに対応する豊富な技、高い素早さを揃えているから、油断できないスペックを持ったポケモンでもありますよね。猫だましの火力にビビります。ノーマルタイプには、後から最終進化系が追加されたポケモンも結構多いので、この後どのタイミングで登場してくるかにも、注目していきたいところではありますね。そしてここで、ノーマル飛行タイプの序盤取りポケモンとしては最も種族値合計が高い、ケンホロウも登場しましたね。序盤取りポケモンというくくりだけで見れば、ファイアローやアーマーガーの方が種族値合計は高いけど、その2匹はノーマルタイプの複合ではないですからね。そんなタイミングで登場したのがガルーラ、種族値合計490のポケモンなんですが、この、490という数値は、今回の動画での最頻値となっています。最頻値、つまりノーマルの最終進化系には、この数値のポケモンが最も多いということですね。ガルーラ、ケンタロス、ミルタンクなどなど、合計7匹のポケモンがこの数値となっており、動画の最後にお見せする予定の、全ノーマルポケモンの種族値合計の平均値もおよそこの辺りであるため、最頻値かつ平均値として、イメージ通りの結果となった印象ですね。先に言っちゃうと、全体平均は約483となっているんですが、ドーブルやメタモンなどの、異様に種族値が低いイレギュラー組を除くと、綺麗に平均値が約490になるっていうのも、面白いポイントとなっていますね。まあ、ケンタロスにミルタンクにバックロンと、なぜかやたら牛まみれなのは気になるけど。そんな、牛まみれの490エリアでしたが、そこを超えた先には、ついに種族値合計500ラインが見えてきました。500という数値は十分に高めと言える水準で、その配分や特性との噛み合いによっては、ステータスの配分次第では対戦環境で結果を残すことも夢ではありません。元トカゲは素早さがノーマルポケモン中3位だし、そろそろ各ステータスが、トップ3に入るポケモンも登場しだす頃ですね。ここで登場したオーグルには、別タイプのリージョンフォームも存在しており、種族値合計は2匹とも同じなので、飛行タイプ版の動画では並んでいるところが見られる予定となっています。同じくヒスイゾロアークも、原種のリージョンフォームとして最近登場したけど、こちらの2匹はタイプが全く被っていないので、本シリーズでは原種と並んでいるところは見られなさそうです。リージョンフォームのポケモンは、種族値配分こそ原種と違うことはあっても、種族値合計は原種と同じ値になっている、という共通設定があるようですが、ヒスイゾロアークの内部データに関しては、スカーレット・バイオレットに実装される直前まで合計値が異なっていました。その修正の理由は解明されていません。いつも思うんだけど、世に出回らなかった内部データってどうやって解明されてるんでしょうね。データ的な話はほどほどに、力キリンに関しては英名が特徴的です。キリン力は名前が怪文でしたが、進化して尻尾の2文字が頭についた名前となっていますね。キリン力も力キリンも、英名では怪文となっていて芸術点が非常に高いですね。のここっちと比べると進化前の種族値合計が高めな分、進化による伸び幅は控えめです。ポリゴン Z も、もともと進化前のポリゴン2の種族値が高めであるため、進化しても種族値合計は20しか伸びていないんですよね。さて、この辺りでいよいよ各世代の最高種族値ポケモンが流れてき始めています。カビゴンもハピナスも、対戦環境で結果を残してきた実力者だし、やっぱり種族値の高さこそ正義って感じありますね。いよいよ動画終盤というところで登場したガチグマは、ノーマルポケモン中3位の攻撃力の持ち主。同率1位の2匹はかなり癖の強いパワータイプなので、実質的には1位と言ってもいいポケモンとなっています。暁は通常種のガチグマとステータスが大きく異なり、種族値合計もわずかに増加、メガ進化ポケモンを除けば、防御と特攻の2部門でノーマル1位となっていますね。非メガ進化ポケモンのステータス順位に関しては、特に注意書きがない限り、メガ進化ポケモンを除いた中で順位付けしているという点はご了承ください。ちなみにメガ進化ポケモンで最も種族値合計が高いのは、メガガルーラ。特性親子愛だけでなく、数値も伴ってたってことがよくわかりますね。HP、防御、特防、いずれも100を超える種族値で耐久力も凄まじかったですからね。そして、ここから先はいよいよ600以上の種族値を持つ、超ハイスペックポケモンたちが登場し始めます。メロエッタやテラパゴスなど、基本的には伝説や幻のポケモンのみに許された数値であるわけですが、そこに食い込んできている一般ポケモンが、合計種族値670とさらに高い欠勤具です。まあ、2匹とも FE デメリット特性があるからこそ許されている数値なわけですよね。そして登場したテラパゴスは、テラスタル下地限定のステラフォルムの姿。戦闘中に HP 種族値も変化するのは、ジガルデ以来の貴重な仕様でもありますね。ノーマルタイプ1位の座についたのは、もちろんこのポケモン、アルセウス。720という圧巻の種族値は登場以来15年間、今でも全体1位を盛り続けています。そして最後に、各世代ノーマルの種族値合計平均の一覧がこちら。やはり戦闘民族ダイヤモンドパール世代と、追加進化系が爆増したスカーレットバイオレット世代が平均上げてましたね。はい、というわけで。以上、全18タイプ中17位の種族値合計平均、ノーマルポケモンの一覧でした。次回は炎タイプの最終進化系ポケモンたちに、種族値順に整列してもらう予定です。それではまた次の動画で。